こんばんざい、ハクさん、やあ、やっほー。ちょっと遅くなっちゃって、ほんとごめんなさい。ハゲキング。あ、お誕生日ありがとうございます。ハゲキングかな？わかんない。HG さん。いのりさん、ありがとう。のぶたん、ありがとう。こんばんざい、チョレ、チョレ、チョレネコ。てりんちゃん、まいかちゃん、こんばんで誕生日ありがとう。お誕生日忘れてた、なったこと。ラフターさん、ありがとう。いのりさん、待ってた。そう、ごめんね。ちょっと体調が、なんか、よろしくなくて、ごめんなさい。ラプターさん、ピーちゃん、ありがとう。あ、ピーちゃんだ。あ、これなんか誰かのアバターだよね。かなちゃんの。ハゲです。ジャガちゃん、ありがとう。おめちゃん。日付変わった瞬間にツイートしようとしたのに間に合わなかった。間に合わなかった。え、全然ありがとう。ピーちゃん、お疲れ様。ありがとう。誕生日、ありがとう、達也。ありま。あ、全然大丈夫だよ。ちょっと今ね、すぐ配信できなくってごめんなさいってだけです。お大事に、ありがとう。全然大丈夫だよ。横道、あ、お誕生日ありがとう。ケーキくれた。ありがとう、のぶたん。季節の変わり目だから、そうそう。ね、気をつけます。前から言ってるけど、うん、言ってるけど、ステージ姿好きなんや。ありがとう、本当？ステージ姿好きって嬉しい。ありがとうございます。わお。携帯が落ちちゃった。ありがとう、嬉しいです。でもそっか、チョレはお話ししたことあるっけ？なんか意外とない気がするんだけど、気のせいかな？気のせいかな？なかなか配信始まらないから心配した。あ、心配した。ごめんね。心配した？ごめんなさい。てりんちゃん、明日は天気くせなそう。よかった。ね、よかった、ほんとに。明日は、あれだね。当日にライブがあるって結構、すごい、なんか、去年とかなかったから、そうそう、すごい嬉しいけど不思議な気持ち。マイカちゃんの写真撮ったけど、シートボーガやピンと連れて、うん、大半がボツボツに。でも全然載せてくれたよね。綺麗に撮ってくれてありがとう。ピーちゃん、寝ます。あ、おやすみ。あれ、アバターが変わった。おやすみ、またね。話したことあるよ。え、あったっけ？一回ぐらいだよね。結構前、足柄ジャパンの時かな。え、チェキを取ったね。あれがない。
ちょうどさっき送られてきたチェキを開封してた。ああ、あれか。所沢のやつかな。マイク様と早く誕生日おめでとうチェキ取りたい。ね、取りたいね。とあるものも準備。え、なになに？とあるもの？ザッキーさん、こんばんざい。お、久しぶり。ありがとう、お誕生日おめでとうって。あ、そうだ、12時間リレーのクソかわいい落書き攻め届いた。あ、ほんとに？ありがとう。あれか、オムライスのやつかな。もう一枚あったと思うから。生誕ついに載せま、お、ありがとう、楽しみにしてるね。明日は取れなかった、ちゃんと物販行け、あ、よかった、物販行けるって。待ってるね。誕生日おめでとう、ありがとう、ジュンヤ。マイカちゃんの誕生日に俺にプレゼント届いた気分。あはは、嬉しい、そんな。落書き少年をプレゼントと思ってくれるなんて。29と20、ん？ 8 と29。ランチキ、あー、ランチキか。また機会いいかがっとにか。待ってるね。ザッキー。お、ありがとう。あれかな、クラッカーかな、かわいいこれ、クラッカーのギフト。オムライスの買い損ね、あ、そうだ、パジャマの方だ。なんかあの日さ、あのオムライスの時に買ってくれた人もパジャマに変更みたいなのとか、なんかその逆のとかあった気がするから、どっちを頼んでくれたんだっけって思っちゃった。そうだ、パジャマだね、確か。さくらんぼのやつか。え、ありがとう。あれ頼んでくれてたもんね。そうだね、結構朝とか届いたよみたいなツイートを 見たから、そろそろ届いたかなって思ってた。すごい、今日本当申し訳ないんですけど、15分で終わります。すごいいっぱい見てくれてる。今日ツイートしてないのにやるねって。誰が見てくれてるか見てます。お大事ですよ。ちょっとなんかね、いきなりね、たまにあるんだけどね、貧血みたいなやつになってね、あ、やばっと思ってた。今配信説明に見てライブに落ち着いたら行くよ。あ、本当？ザッキー確かに最近見てないかもしれない、ライブね、見かけてないから。またお待ちしてるね。タチは全然いい、時間も遅いし。そう、時間遅いんだよ。え、明日遅いよね、鳥。ちなみに今のところワクチンの、うん、副反応はない。明日以降が不安だけど、副反応なんかには負けん。あ、そうか、来てくれるって言ってたもんね。え、副反応ないならよかったけど、なんかね、結構さ、打った、何？ 2 日後とかに出てくるみたいなのが聞くから、なんか全然無理しないでくださいの気持ち、見られてますね、見てます。お、いもっち、お星様ありがとう、ありがとう。
個もあるんだっけ。あと低血糖なのでは飴でもいいかも。あーそうなのかも。なんかねたまにあるんだよね。でもちょっと久しぶりになったかも。でも大丈夫、いつものやつだから。えなちゃんハッピーバースデー、お、ありがとう、お誕生日すごいかわいいね。なんか絵文字つけるとコメントかわいい。早めに寝てくださいね。ありがとうロプターさん。マイカと誕生日2日違いだから毎年親近感湧いてる。あ、2日違いなんだ。え、すごい。なんかね、そういった結構いる。なんか、お誕生日近いから親近感湧いてますみたいな人とか、さっきも見かけた。ゆうたさん、お誕生日ありがとう。ゆうたさん。ゆうたさん？舐めるって星になるのか。ね、星になったね。多分そうだろうなと思ったけど。舐めるって打ったんだろうなって。気圧で偏頭痛とかではなくて、え、どうだろう、気圧もあるかもしれないね。これは何なんだろう。でもね、これよくなるんだよね。あ、そういうことか、達也、理解した。これで、ね、山井さん、こんばんさい。こんばんさい、山井さん。テリンちゃん、ゆっくり休んでね。ありがとう。テリンちゃんもね、ワクチンだから。ちなみに、9日か。絵文字、早めに寝てください。あはは、早めに寝てください。かわいい。でもさ、絵文字が売ってるようになったのってすごいよね。なんかさ、コメント結構今までさ、どう、コメントだけだとさ、どういうさ、何？テンションで言ってるのかとかがさ、わからなかったけどさ、あ、にっこりとかなんだ。あ、なるほどね。笑ってるんだ、みたいなのが、だっこわかる。わかる気がする。ん？配信終わったら、あー、ほんと？すぐ寝る？でも遅いもんね、今。もう3時になるし。配信もうめちゃめちゃギリギリになっちゃった。できないかなと思ったけど。明日は楽しんで来てね。ありがとう。明日の時間だけ報告もありね。ん？時間だけ報告？どういうことだ？出演時間ってこと？出演時間はね、鳥です。めっちゃ遅いよ。お日様ください。お日様もらってください。そう、リマさんのね、あ、待って、これ投票に、リマさん配信投票にするべきかな。一応投票にしてきます。俺も終わったら寝る。いや、そうだよね、3時だから。ほんとごめんね、みんな遅くて。でも来てくれてありがとう。まいまい、こんばんは。お誕生日と会場で。ありがとうね。明日楽しみにしてるね。会えるの。いもち。マッサさん。お、マッサさんだ。あ、ありがとう。え、お誕生日の知ってくれてたんだ。マッサさん。ありがとうございます。お星さま満タンです。そう、満タンです。リマちゃんの配信は次は朝だね。ね、終わったよね。今日は寝る前に星集めだけしなきゃ。そうだ、
でもなんかその終わ1日さ配信が終わった後にさ配信とかしてて投票にしてもさ投票になるのかな、入るのかな。一応やっとくね。みーちゃんお誕生日ありがとう。みーちゃんおめでたいおめでたい、誕生日だから配信待ってたのよ。ね、そう多分思った、そうだろうと思ったんですけど、ほんとごめんなさい、こんな待たせて、しかもラジオになっちゃってごめんね。すごい意外とね見に来てくれてるんだよね。あ、かりんさんとかいる。ただいまほいさま、てりんちゃんかな、ありがとうほいさま。星集めとく、みんな集めてください。りまさん朝配信だけど投票にしているのでよろしくお願いします。じっくんかな、こんばんは。じっくジックさん、そんなに何回も会わなくてもいいよ、ありがとう。動かないマイクでも可愛いからよかったよかった。そ写真だからね表情が変わらないんですけど、今日はごめんなさい。今日はアラーム鳴ってるなーと聞いたら会社からの電話で、あ、やったタワーって何も、え、あ、そういうことか、寝坊をしたってことえ、そういう時ってどうするの。とりあえず今から行きますみたいな感じなのかな。かりんさんこんばんざい、明日は晴れみたいだけど夜は寒くなるかな、夏服だけど風邪ひくかもよ。うん、夏服だけだとそうだね、風邪ひくかもしれないね。今日も長袖で出たんだよね。一回なんかもう秋服着たんですけど、そろそろもう秋服着たいと思って着たらめちゃめちゃなんかもう普通にさ、何、お家の中が私あったかいからかわかんないけど暑くて、あ、これ暑いかなと思って半袖というかちょっと七分みたいな、七分丈みたいな夏服だけど生地が厚い系のちょっと秋ぐらいの服を着てったら普通に寒くて、それはあったのかもしれない、なんか寒かった寒かった。ジックさんはさ、そう、運がね入ってなくてジックな幼稚、気をつけて、ありがとう、気をつけるね。マサさん紫の花も似合ってて可愛いね。そう、これは2周年のお祝いでいただいたお花なんですけど、結構なんかちょっと枯れちゃってる時に写真撮ったから申し訳ないなの気持ちなんですけど、そう、こんな感じです。でもなんか枯れ落ちる前に撮んなきゃと思って撮った写真だからちょっとだけ枯れてんの猫パンさん、俺もたまにいたりする、誕生日おめでとう、ありがとう猫パンさん。あ、確かにたまにいらっしゃる、誕生日おめでとう。ヤマイさんありがとう、直接お会いできないの申し訳ないけど素敵な一日になるよ、ありがとうね、嬉しい、もうそれだけでありがとう。夜は長袖でも、うん、薄手だと涼しいというか寒いよりかも、あー、そうだね、やっぱ涼しいよね、ちょっとなんか本当に秋が始まったって感じのなんか
わかる、そんな感じだよね。夏服好きだから、そう、夏服好きなんだよね。でもそろそろ秋じゃないとおかしいよね。主任が電話してきたんだけど、めちゃくちゃ焦って電話出たら笑って、そうなんだ、それは焦るね。主任寒いし頭痛いの気圧にも、わかるわかる。拓郎さんありがとう、おめでとうって。654日目なんだね今日。目薬をなくしちゃった、アイシャドウとチーク、目薬ケースユーサが一緒に行方不明。うわ最悪じゃん、探して。ジュウお疲れ様、ありがとう。ちょっとほっとごめんね今日は。目、日が沈むと寒くなりましたね、気をつけて。え、びっくりしたよ、帰るときさ、すごく寒くてさ、え、これ帰れるかなってくらい寒かった。かりんさんありがとう。もう秋で、うん、服買いたい欲が出てきてないって服買いたい欲、私もだよ。この時期は薄めのカーディガンとかあると便利。そうだよね、なんか羽織るものがないと本当に。電車とか寒いよね。仕事だいぶ終わってきたから今日は行け、あ、本当？待ってる待ってる、今日は会いたいな。ありがとう拓郎さん。兄ちゃん明日ワクチン2回目、ワクチン2回目、あ、2回目なんだ、1回やったんだ。もう頑張ってね。タチありがとう。テリーちゃん。また、ん？一日お疲れさん、ゆっくり休んで、また。ありがとう。あ、明日会える？ありがとう。ジージさん。祝、マイカさん。ありがとう、ジージさん。すごい、ハッピーバースデーがかわいいね。ありがとうございました。本当ごめんね、遅くなっちゃった上にラジオ配信をしてしまって本当申し訳ないです。ありがとう来てくれた方。そしたら明日も今日か、今日は白金高輪セルネさんでライブがあるので遅いんですけど、もしお時間あったらまだまだ行くよって言ってくれる人お待ちしてます。じゃあ終わります。なくしたアイシャドウとチーク、100均コスメでもし高いコスメだったらもっとショックそうだよね、100均だったらまたすぐ買えるかな。そしたらさらに熱が出なければ気合できるようにありがとう、無理しないでね、嬉しいけどさ。ちょうど起きれて配信来れてよかった、ありがとう山井さん。じゃあおやすみなさい皆さん、ありがとうございました。また明日ね、もう今日だけどおやすみ。マイケちゃんありがとう、ありがとうバンサーさん、こちらこそおめでとうって言いに来てくれて嬉しい、ありがとう。イモチ、おつまみありがとう。テリーちゃん、おやすみ、おやすみ。じゃあまた明日。